はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。昨日ね、あのー、これね、えー、今日の最後の配信になります。もうこんばんはですね。はい、えー、今日の最後の配信になります。昨日ね、ブリックスに関する通貨を、通貨のね、えー、ことをちょっと動画にしましたけど、えー、まあ、なんていうのかな。片面しかね、なかったんですけど、あの画像。どうやら正式に、 和水さんがブリックス通貨を発表したようです。はい。えー、金本位なんてありえないとかね。えー、ブリックス通貨なんてできないとか言っていた人たち。はい。えー、正式に発表になりました。えー、もう一度言います。正式に発表になりました。えー、でもね、GDP が低いから、こんなの大したことないでしょって言ってる人たち。 反省して、した方がいいですよ。そういう意見は。はい。えー、簡単です。理由は。はい。えー、BRICS に加入している、はい。国ですね。世界の80%のエネルギーを牛耳ってます。はい。もう一度言います。えー、まあ、アラブ諸国があるんでね。世界の80%のエネルギーを牛耳ってます。大したことありな、ないとは、私は思いません。 はい。えー、残る20%で足りると思ってんでしょうかね。えー、ちなみにね、えー、あれですよね、あのー、石油だけじゃなくて、ほら、原子力もあるでしょうって言ってる方。アラブがね、えー、アラブの国々が生産してるんですよ。その、ウーのランランランもね。日本は、あ、その、ウーフーのランもね、 えー、アラブから、あ輸入しております。はい、どちらにしろ、牛耳られてます。意味わかりますよね、これの意味。もうエネルギーを牛耳ってるところが強いんですよ。しかもですね、えー、金本位制なんかできるわけないっていう一部の意見なんですけど、いや、あのー、金の産出国見てください。はい。 えー、金の産出国作ってるの彼らですから。まあ、買ってるのはね、アメリカとかね、日本とかいろいろあると思うんですけど、作ってるの彼らなんですよ。第1位中国ですから、金の産出国。これ外務省のホームページに堂々と書かれております。はい。えー、そういうことなんで、えー、まあ、ある人間のね、意見を信じ込んで、えー、こんなのできるわけないと言ってる方、はい。 えー、間違いですあ。そのある人間も人間ですから。人間っていうのはね、間違いをするんですよ。だから、人の意見を鵜呑みにして100%信じちゃいけないんですよ。はい。えー、私はそういうスタンスでずっとやってます。人間っていうのはあ、前提としてね、間違うものだという前提が私の中ではあります。なので、人間を100%信じるということは私はいたしません。 はい、えー。そういうことなんで、誰々さんの意見がこうだからっていう方。はい。えー、違うと思いますよ。その誰々さんも神様じゃありませんからね。はい。えー、実際、裏表。はい。ブリックス通貨の全容が、はい。全容っていうか、まあ、これは多分、あの、コインの方じゃなくて、お札ですね。えー、ブリックスの、いわゆる、100ドルに値する通貨だそうです。はい。 えー、裏表、えー、公開されましたで。これね、公開してるのが、どうやら、えー、イランですね。はい。イランの、まあ,あ、いわゆるね、国が、公開したということになっております。画像ですね。画像あります。見に行ってください。えー、そういうことで、あの、できちゃいましたから、はい。もうできっこないって言ってる方は、はい。もうできちゃいました。 はい。えー、まあ、これによってどうなるかっていうと、ドルでの取引がなくなるっていうことです。で、中央、中央銀行どうするんだっていうふうに言ってるんですけど、私、中央銀行は、その各国の中央銀行で残ると思いますよ。はい。えー、中央銀行はね、各国の中央銀行で残って、取引の時に、えー、いわゆるドルの代わりに使うということで、この BRICS 通貨があるんだと思っております。はい。 えー、いわゆる国同士の取引で使う通貨をドルの代わりに作ったということだけだと思いますよ。だからまあユーロみたいに、えー、全部ね、その通貨に変えるっていうわけではないと思います。ここら辺まだね、曖昧なんですけど、まあ、これがまあ私の見方で、はい。 えー、今後ね、あの、中央銀行ですね、その国の中央銀行があどういうふうになっていくかはね、まだ見てみないとわからないと思います。はい。まあそういうことですね。はい。えー、私としては多分ね、あの、その国、国のね、えー、各国の中央銀行は中央銀行で別にね、デジタル通貨とか作ってるんで、 まあそれをポシャらせるってことはないだろうから多分これは取引だけで使うものとして作られてるんじゃないかなとは思っております。はい。そういうことですね。はい。えまあわかりませんけどどうなるかね。はい。とりあえず BRICS 通貨発表されたみたいですね。えこれによって多分ね、BRICS に加盟している国はドルではなくてこの加盟国同士でだったら このブリックス通貨で今後取引するということです。ということはですよ。はい。ドルの価値落ちますね。はい。と同時に、日本円の価値もどんどんと落ちていくということでございます。わかりますよね。えー、日本はあアメリカの国債ナンバーワンでございます。所有国ね。はい。いっぱい持ってます。しかも売れません。はい。えー、いろいろ事情があってね。 わかりますよね。売ったらね、もうね、あのー、消えてしまいますからね。えー、その時のね、えー、首相が。はい。まあそういった運命なんで、えー、まあ売れないでしょう。はい。まあそういうことです。まあいろいろと覚悟が必要になってきましたね。我々。はい。 大変なインフレが起こりますよ。インフレっていうかスタグフレーションっていうかねえ、多分給料上がんないでしょうから、物の値段がガン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 これから上がっていくんじゃないかなっていうことです。はい。まあ各国がね、この BRICS の加入しているえ国がね、全部が全部一斉にこれを使い出すっていうことは多分ないと思うんで、徐々にだと思うんでね。はい。 徐々にだと思うんで、その時がいつ来るかっていうのは、まあちょっとね、未定ですけど。でもそんな遠くない未来に来るんじゃないかなとは思っております。はい。まあそういうことですね。正式に発表されたようです。はーい。え、ということで、 えー、GDP が、とかね、なんだら、とか、まあ言ってる方、あちょっとね、反省された方がいいと思います。人間はね、誰でも間違いを犯すんですよ。そういうふうに、えー、まあ、金本位体制なんてありえないと言ってた人も、まあ人間ですから、はい、神様じゃないんで100、100%信じちゃいけませんよ、ということです。はい。まあね、これは私に対しても同じでございます。はい。 すべ、えー、ての人が人を100%信じるということをしなきゃいりゃいいんですよ。まあ、人間なんて誰だって間違いするんですから。はい、そういうことです。えー、なのでね、えー、まあ、ここら辺ですね。はい。えー、様子見ながらあ、どんどんとね、未来に向かって我々は準備してまいりましょう。はい、それが我々の仕事でございます。はい、頑張りましょうね。 生き残る皆さんま、型ということで。はい。今日もね、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。心から本当に感謝いたします。そしてね、えー、皆さん、また明日も元気なお顔で、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。はい。それではまた、ごきげんよう。沖縄おばばでした。ねはい、どうでしか、パナシャン。 你。Yeah.